背中が伸びる、腰が入る、肩が入る、ね、パンチ、ね、威力がこうやって伝わってくるんで、右のパンチは右の足から今動いて、こうやって打つ人は膝が曲がってね、上半身の力しか使ってない。右のパンチの力がね、ミートするときに一番伝わるのは、ね、ここの膝を伸びる。前足だけを動かしてもらって、後ろ足を動かさずに、足首が伸びる、膝が伸びる、腰が入る、ミートするときに、ミートやサンドバッグやると一番よかった。足を動かすときに、あ、確かに伝わってないけど、ね、腰、膝を伸ばす、メインは。で、腰が入って、バーンと全然威力が使う。はい、それを意識して、はい。当たる瞬間に、